ツネイシスタジアムは、広島県福山市、藤江町のレジャー施設、魅力の里にある野球場。旧称、魅力の里上勝寺球場。魅力の里を所有する、シねルし LR が所有、管理する野球場で、屋内ブルペン、室内練習場、サブグラウンド、更衣室などの練習施設が併設されている。旧称の、神勝寺球場は、 魅力の里敷地内にある臨在州県人事派の寺院、神勝寺に由来する。1979年から1992年まで、広島東洋カープの二軍本拠地として使用され、ウエスタンリーグ公式戦などを開催していたが、二軍の合宿所である、大野寮からの移動が負担となり、開催数が徐々に減少。晩年は、年間14試合程度を開催するにとどまった。 1993年に u 球場へ本拠地を移転した後はさらに開催数が減少。1995年を最後にウエスタンの開催がなくなった。また昭和時代末期には阪急ブレーブスが周期キャンプに使用していた。2011年に球場名を現名称に変更しフルカラー LED 方式の電光掲示板が導入された。現在は つ石ホールディングスの所管する社会人野球チーム、常石ブルーパイレーツのホームグラウンドとして利用されているが、魅力の里のウェブサイトから常石スタジアムの記述がなくなっており、一般利用は想定されていない。なお、魅力の里には人工芝サッカー場などを軸とした宿泊研修施設、常石えし島並ビレッジが建設されたが、常石スタジアムはこれらとは別施設として管理。 されている。ありがとうございます。